して、はい、はい、あ、ええ、はい、はい、緊張するな。はい、皆さんこんばんは。ね、遠いところからどうもようこそお越しくださいました、白川市から参りました花凛子と大花恵子と申します。今回の花ホテルさんでの講演は2回目でして、ちょうど2年前の4月に、第1回目を開催して、そのテーマが、情報発信女子のまちづくりっていうテーマだったんですね。で、その後の情報発信女子がどうなったかということで、2年後の今日発表したいと思います。はい、でちょっと簡単に私の自己紹介しますと、私はまちづくりコーディネーターを名乗ってるんですけれども、まあ、本当は自営業で、地球に優しいグッズの販売ですとか、あとイベント企画ですとか、あと情報発信講座の講師などをしています。まあ、ロハスなまちづくりコーディネーターを名乗ってるんですけれども、ですね、あ、そう、2年前のその第1回目の情報発信女子のまちづくりっていうのは、なんか再生回数650あったんですよ。そうで、この間ね、大沼さんの、見たら700回超えてたので、あ、負けたと思って見ました、はい、で結構その皆さん見てくださるので、とても今日も楽しみにしてまいりました。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、まずね、私がロハスロハスって言っているそのロハスの定義なんですけれども、ライフスタイルズオブヘルス&サスティナビリティっていう名称の略になってます。で、意味は健康的で持続可能なライフスタイルっていうことで、1990年代にアメリカのから言い出されまして、で2000年代に日本にやってきました。で、要するに人にも環境にも優しい暮らしをしようっていう、まあ、名称なんですね。で、そのまちづくりをしています。はい、あとですね、自然派ママっていう言葉も、まあ、聞いたことない方もいらっしゃらないとは思うんですけど、一応定義っていうのがありまして、でこれは私の勝手な定義なんですけれども、自然に沿った暮らし育児を楽しんでいるママっていうことで大きくまとめています。で、具体的に言うと、例えば薬に頼らない自然派医療をしているとか、あとは自然にのびのび子育てをしているとか、あと地域のつながりを大事にしているとか、あとは循環型社会を意識しているとか、あと腸内環境を良くする食事を気をつけているママが多いですね。で、孫は優しいとか、玄米菜食をしている、あと発酵食を積極的にとっているっていう、まあ、人たちですね。あと体と環境に優しい日用品をよく使っているっていうところで、まあ、大体こんなことに関心のあるママたちを勝手に自然派ママって呼んでます。で、まあ、どういうふうな人たちがこういうなんか自然派ママになってるのかなっていうと、日本の医療費がね、年間42兆円で1人33万円を超えてます。で、3人に1人はアレルギーを持ってるって言われてるんですね。まあ、病気とかアレルギー持ってるって言われてるんですね。で、なんかおかしいなと思っているママたちが増えてるのが現状なんですね。で、実際は自分たちの、まあ、子供がアトピーだったり、あと喘息だったり、あと自分がなんか不妊治療していて、あ、なんか食事を変えたら妊娠できましたとか、そういった方がなっているようです。はい、で、まあ、最初はね、そういうふうに病気だったりするんですけど、最終的にはね、楽しんでる人が多いですね。心地いいからとか、おいしいからとか、うん、あと、まあ、なんか自分に、なんていうのかな、生き生き生きられるからっていうママたちがすごく増えてます。はい、で、なぜかね、やっぱ福島には増えました、こういうママたちは。で、どうしてなのかなって考えたら、やっぱり震災以降ですね、意識が変わったママたちが多くて、で子どもたちにいい自然を残そうとか、あとは食やエネルギーを自給しようとか、やっぱり放射能被害で健康被害を
心配していて、食事で免疫力を高めようとか、あと、まあ、本当に、ね、死にこういつ死ぬかわからない状況になって、まあ、悔いのない生き方をしようとか、まあ、伝統を残したいとか本当のことを知りたいっていうママたちが増えたので、なんかこう一気に福島で増えたような気がします。はい。で、じゃあこれからちょっとそのお話をしていくんですけれども、まあ、私最初に自然派、自然派、私は自称自然派なんですけど、どうして私が自然派になってロハスのまちづくりをしてきたのかっていう話と、あとは実際ね、福島の自然派ママたちの活動紹介と、あとは自然派ママたちのコミュニティが、まあ、どうやって広まってるのかっていうところをお話ししたいと思います。はい。私のこれ写真なんですけど、福島市の白河市っていうところに生まれて、兼業農家だったんですね。で、父が、まあ、婿養子で来まして、で私は4人兄弟の長女で、まあ、下に3人いるんですけど、もう本当に自然環境豊かでのびのび育ってました。ただ減反政策がですね、私が小学校の時入って、やっぱりうちも田んぼやめようってことになって、なぜか減反してるのにお金がもらえるっていうね、不思議な政策なんですけど、それにうちもまあ便乗しまして、もう畑っていうか田んぼは今作ってないですね。で、まあ、小さい頃からどうしてそういうふうになんか自分家でお米を作らない方が豊かお金が入るのかなとか、あとうちの前に川が流れてるんですけど、そこもね、昔は母たちは泳いでたよって言うんだけど、全然泳げないし魚もいないし、なんでこんな汚くなっちゃってるんだろうっていうのすごい不思議で、まあ、それからなんとなくこう環境問題っていうのが、まあ、ちっちゃい頃から考えるようになったかなと思います。で、ちょっと大きくなって大学で東京に行ったんですけど、その時にね、大学生の時にお菓子屋さんでバイトしてたんです。お菓子屋っていうかケーキ屋さんで、ケーキ屋さんでバイトしていて、パンとケーキがいっぱい余って毎日毎日食べてたらものすごい体調が悪くなってですね、まあ、小さい頃はまだね、自分の家の近くで採れた野菜とかお米を食べてたんですけど、まあ、東京に行って一気に具合が悪くなってしまって、本当になんか体中こうブツブツができたりとか、あと貧血で倒れたりとか、あとは帯状疱疹ね、帯状疱疹で痛がゆくなっちゃったりとかっていう風な目に遭いました。で、その時にね、やっとこう気がついたっていうか、まあ、気がついたのは何年か後後なんですけど、これは食事のせいなんだなっていうのが分かったんですね。で、一番体調悪かったのは24歳の頃です。もう全然こうやる気がないし、頭ぼーっとしてるし、あとはね、一番ひどかったのはネガティブ思考っていうのかな、もうなんかね、考え方が全部こう下向きなんですよ。どうせ私なんてとか、なんとかちゃんいいなとか、ね、そういう嫉妬とか、そういうなんか私はどうせどうせみたいな、こういうなんか自分を卑下するような、ね、考え方になってしまって、まあ、それもね、多分お菓子のせいだと思うんですけど、まあ、いっぱい砂糖、白砂糖を食べて小麦粉をいっぱいも体に入れて、それでなんかネガティブになっちゃったのかなと思うんですけど、まあ、そういう体調悪かったんですね。で、転機が訪れます。やっとね、なんか食事のせいだなって分かって、食事を気をつけるようになって、で1995年にハワイに行ったんですね。で、それはアメリカ人の男性が、まあ、日本人の奥さんと一緒に企画したツアーで、ハワイの、ま、マウイ島のリトリートツアーっていうんですけど、でそこで1週間ぐらい過ごしてたんですけど、全部食事がビーガンだったんですよ。ベジタリアンの食事だったんですね。で、まあ、環境も良かったし、あと野菜ばっかり食べてたらなんか体が調子良くなって、すごく軽くなりました。で、あと考え方もね、すごく前向きになったんですね。で、本当1週間だったんですけど、あれと思って、これはなんだと思って、でハワイって結構今ね、オーガニック食がすごく人気で、ファーマーズマーケットとか行くと本当に無農薬の野菜いっぱい売ってるんですけど、なんかそういう文化にちょっと触れて、なんか私こういうの勉強したいなと思って、日本に帰って探しました。で、見つけたのが大森和恵先生っていうですね、マクロビオティックっていうのを教えている、まあ、女性の先生だったんですね。で、まあ28歳ぐらいだったんですけど、
その時に初めてこう食事だけで全部病気とか治っちゃうんだとか、考え方まで食事で左右されるんだっていうのが分かりまして、でマクロビオティックって簡単に言うと玄米菜食を中心とした、地球の、地球のなんていうの、地球に優しい食事って言ったらいいのかな、体の陰陽のバランスを整えて中には先生たちは夢を叶える食事法っていうんですね、健康になるのが当たり前で自分でやりたいことができるようになるための食事だよっておっしゃるんですけど、そういう食事です。でこれを2年間ねがっつりやったんですね。もうこれ私は体質改善しなきゃっていうことでやった、頑張ってやったんですね。これは大森先生囲んで、スタッフのみんなで写真撮った時なんですけど、ちょうど大森先生がオープンしたばかりで私も一緒にお手伝いするようになりました、2年間ちょっとお手伝いしてましたね。で、こんな感じで出展したりして、あとは漫画をね描き始めましたね。なんかちょっと漫画は不思議なんですけど、私漫画を描くつもりはなかったんですけど、ハワイに行った時になんか星占いの先生からあなたは漫画が描けるから描きなさいって言われて、で描くようになったんですけど、ちょうど大森先生に出会ってそのマクロビオティックの食事を紹介したりするっていう漫画なんですね。はい、贅沢な時間でしたね。はい、でどうなったかというと、これがビフォーアフターの写真です。私が本当に具合が悪い時の写真で、38歳で、体調が良くなったっていうか一番いい時代ですかね、顔色が良くなった時代で、現在です。現在のちょっと持ってますけど、はい、だいぶ変わりましたよね。そう、私言い忘れましたけど51歳になりましたこの間。はい、でずっと独身なんですけど、本当にねこのマクロビオティックっていうのを知ったおかげで体調も良くなったし、あと考え方も前向きになったし、なんか全然疲れないですね。あと病院にも一切行ってないです。この25年間、病院も行ってないし薬も一切飲んでないです。歯医者さんには行きますけど、本当に内科とかそういうね婦人科とか全く行ってないです。はい、本当にだからこの食事いいなと思って広めたいなと思っていました。はい、ただやっぱり東京でねこれやってたんですけど、なんとなく不自然な感じがして、東京だと本当に畑とかないじゃないですか、ね、でお水もやっぱり浄水器つけないとダメだし、でなんかこう不自然だなと思って、で田舎暮らししたいな、で本当に今考えたらなんかね農がなんていうのかな、やばいというか、これから日本の農業どうなってっちゃうんだろうってちょっと不安があったんで、田舎暮らししたいなと思って探して、見つけたところがいすみ市っていうところだったんですけど、房総半島のちょうど九十九里の外房の方なんですね。でそこで中島デコさんっていうカリスマのマクロビオティックをやっている方がいて、彼女がカフェをやってるんですよ。でそこに遊びに行って、あらなんか素敵なところじゃんとか思って、いろいろ調べたらなんか移住促進をしている町だったんですね。で、ここいいなと思って、で、40になったのを機にもう人生変えちゃえと思って移住することにしました。で、こちらですね、移住して、本当に楽しかったんですけど、NPO さんに声かけてもらいまして、 NPO いすみライフスタイル研究所っていう、NPO 法人で移住促進のお仕事をしているところですね。でそこで、スタッフとして働いていました。で本当に私今までそうですね、東京で何してたかっていうと大学の職員をしてたんですけど、全く自分の好きじゃない仕事をしていて、でなんかこう悶々としてたんですね。ただ私には自信がなくって、なんか好きなこと分かんないし、なんだろう私がやりたいことって何なんだろうってずっと思っていて、で漫画も描いてるけどそれだけじゃ食べていけないよなとかってなんかぐる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 考えてたんですけど、いざこう辞めてもう移住しちゃえって言って行って、もう私は好きなことしかしないって決めて行ったら、本当にもう好きなことしか話が来ない、で私がブログを書いてたんですけど、それを見てね、NPO の人たちが、面白いからもっとやって、で NPO でやってくださいって言われて、本当にね NPO で好きなようにイベント企画とかさせてもらいました。で今いすみ市ってどうなってるかというとですね、すごい人気の町なんです。2016年に首都圏の移住希望者ナンバーワンになっていまして、
ですごい若い人たちがいっぱい移住してます。でこ の, かあの写真に載ってるようにね、全校の有機栽培米の学校給食を実施したり、あとパーマカルチャーで有名な方も移住して、まあ、盛り上げていたり、あとはなんか森の幼稚園なんかも盛んにやっていたり、あとマルシェですね、いすみ市ってこう東京から近いので週末だけこうオーガニックマルシェを立ち上げて、そこでこう物を売ったりしてる人たちがすごく多いんですよ。で平日はまあみんなで田んぼをやったり畑やったりサーフィンで波乗ったり物作りしたりっていう人たちがいて、で週末だけこのオーガニックマルシェっていうのをやって、まあがうん、お金を稼いでるっていうのかな。それを小飽きないって言って自分たちで名前をつけて、まあ、本も出したりしてるんですけど、そういった町なんですね。で、まあ、こういうふうにですね、移住者が増えてるっていう現実を見て、まあ私もそういう町にしたいなって正直福島もそう思ってます。で、まあ、震災が起きてですね、私も福島に帰ろうって決めた時に決心したことはこういうことですね。健康で自然と調和した暮らしを選ぶ人々が住むロハスな福島へ。で皆さん福島の人よくわかると思うんですけど、福島って本当に世界一有名になってしまって、で、まあ、移住してしまった人も他の地域に避難してそのまま移住してしまった人も多いと思います。で私の妹もやっぱり2歳の、双子の子供がいて北海道に今移住してるんですね。でまあ、いろんなこと言われたと思います。私も実際帰るよって言った時に本当に周りの人から大丈夫とか、避難の生活の手助けするのとか保養の手助けするのとかそんな風に言われたんですけど、逆にこんなに有名になってしまったからにはもうこれはロハスに特化して町おこしをするしかないと思ったんですね。で微生物の映画で蘇生艇が見たことある人いますかね。微生物ってすごくて本当に土壌汚染された土地に勝手にもうなんていうのかな、悪い菌を食べてっちゃうんですよね。分解していい菌に変えてっちゃうんですよ。でその映画を見た時にあ、これ福島と同じことだと思ったんですね。つまり汚染された土地にはそれなりの菌がこう活性化して、でそれでいい風に変える、だから汚染されても全く逆のものすごくいい土地になるっていう、まあ、その微生物の映画を見たんですよ。でああと思ってこれだと思って、つまり、まあ、福島って今ね結構風評被害あったり、まあ、みんながこう来なくなっちゃったりとかっていう苦しんでいる状態なんですけど、逆にこういい風に転換すればみんなが集まってくるいい土地になるんじゃないかなと思っています、はい。まあ、それをですね勝手に私は、7年間一人でやってました。でハナリンの道のくロハスライフっていうブログをねやり始めて、7年間コツコツ勝手にイベント企画して、まあ、これ最初に立ち上げたの自分の家でクリスタルボールの演奏会だったり、まあ、近くの神社で奉納前のねやったりしたんですけど、あと地元の、オーガニックマーケットをねお手伝いしたりとかってやってたんですけど、こんな風にねもう勝手にいろんなイベントやって、しかもちょっとロハス寄り、多分自然食の料理教室とか、あと、まあ、これ断捨離セミナーの写真なんですけど、勝手に自分であこれロハスだとか、あこれは本当の真実を伝えてることだって思うものは全部手当たり次第にやってみました。なんかそしたらですねこうちょっとずつこう人が集まってきて、私のブログ読んでる人とかね、フェイスブックとつながってる人がちょっとずつこうやってくるようになって、共感してくれましたね。あそれいいねみたいな感じで、で、今どうなってるかっていうと、まあ、今もイベントちょこちょこやってるんですけど、ですね、7年間で多分500回ぐらいはイベントやってるんじゃないかな。でおそらくね数えたことないんですけど2万人ぐらいは延べでね来てるんじゃないかなと思うんです、うん、そのくらいもうイベントイベントイベントっていう感じでやってます。
で、まあ、その中で参加者の中ではお手伝いしてくれる人も現れまして、まあ、ちょっとずつこう広がりを見せてます。で、まあ、そんな風に、ね、コツコツやっていた時にですね、出会った方がいまして、その方がこの本間先生っていう、あの本間慎二郎先生、自然派のお医者さんです。でこの方がですね、もともとは札幌医科大学のお医者さんだったんですね。で今は那須烏山にある、7号診療所の所長さんです。で、札幌医科大学で何をされていたかというと、まあ、新生児集中治療室の室長さんだったんですが、実はワクチンとウイルスの専門医でもあるんですね。でノロウイルスっていう言葉は皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、彼がそのノロウイルスの研究をして世界に認められて、で3年半アメリカに行っていたという経歴があって、まあ、普通のお医者さんじゃないです。本当にもう医療の最先端を行っているお医者さんなんですけど、その方に、まあ、たまたま、紹介してくださる方がいて、まあ、その方の食事会に行ったらいらっしゃって、で、あ、なんかすごい経歴ですねみたいな、お話し会してくれませんかってお願いして、でそこからまあ、本間先生っていう先生のお話し会しますよって言ったら、わーってこう人が集まってきて、もう毎回毎回入りきれないぐらい、ね、本当にもう襖を取っ払ってみたいな、頂上を取っ払ってみたいな感じでやってたんですけど、まあ、その先生にお会いしまして、で今彼は何をしてるかっていうと、まあ、お医者さんでもあるんですけど、自分で自給自足の暮らしをしてます。で皆さんで田んぼでお米を作って、で味噌も醤油もみりんも手作りで、で子どもたちにも本当にもう手作りのものでみたいな感じで、本当に自分で作ってやってるらっしゃるんですけど、彼の話ではですね、簡単に言うと本間先生のお話は、地球は私たちの体なんだよっていう話をしてくださるんですね。で医療の最先端を行ったお医者さんなんですけど、地球っていうのかな、自然に沿った暮らしをしていれば病気にはなりませんってはっきり言い切ってます。本をね3冊出されてるんですけど、もう結論は同じですって何度もおっしゃって、お話し会でも本当にもう結論はこれだけですみたいな、自然に沿った暮らしをしていれば病気になりませんっていうお話をしてくださっていて、これはねポットのお話がすごく面白いなと思って、ホームセンターでねポットを買ってきますよね、黒いねあれが入ってる。でそこにずっと放置しとくと全部土が根っこになるじゃないですか。で土がどこに消えたのって話なんですよ。で土は植物になったでしょって、みんな真っ白根っこになるでしょ、だから地球を、まあ、植物が食べて生きてるんだよ。で私たちも植物を食べて生きてるから、イコール私たちの体は地球なんだよ。で地球っていうかね、自然に沿ったそう地球のと調和したというか、自然に沿った暮らしをしていれば病気にはなりませんよっていう、本当単純なシンプルな答えなんです。でまあ私も10回ぐらい主催して、もう何度も何度もこれ聞いていて、そうだなそうだなと思って、でああなんとかこれを広めたいなと思っています。で、まあ、こんなふうにですね、本間先生のお話し会をガンガンやっているうちにですね、福島でも、3回ぐらいやったかな、うん、そしたらですね、たくさんのなんかママたちがわらわらと集まってきてくださいました。で今ですね、今日も来ている方が何人かいるんですけど、こんな感じで本間先生のお話を聞いた方が、ああ私にもなんかこういうことを広めたい、うん、自然に沿った暮らしを広めたいなっていう人たちが現れまして、で、まあ、この方たちが本当に頑張ってます。で今回私この、ね、テーマでお話ししようかなと思ったのは、なんかこういった頑張ってるママたちを本当に応援したいなと思っているからなんですね。でもともと彼女たちも普通の人たちだったんですよ。普通のご飯食べて、普通にね病院行って、まあ、お薬があればもらって、で子どもにワクチン打ったりしてたっていう方なんですけど、やっぱり震災後に
とちょっとずつ意識が変わって、あとそうですね、保養に行ってそういう自然派になったっていう人も結構いますね。そういう方たちが増えて、まあ、そういった人たちが本間先生のところにこう集まるようになって、で、あ、こんなに本当はいるんだと、でなんとかそういう人たちを応援したいなと思ったのが、まあ、今回のお話をするきっかけです。はい、でですね、今日ですね、あ、なんか早いな予定よりずいぶん早いんですけど、今日ここに何人かいらっしゃっていて、せっかくなのでお話を、ね、伺いたいなと思っています。はい、で事前ちょっとお願いしているんですけど、はい、最初はこの方です北方からいらっしゃった園部ゆかりさん、ちょっと前になんで園部さんとは、まあ、私が情報発信コンサルをしているときにこうお申し込みくださってお会いしたんですけど、その後も本間先生のお話し会にも来てくださって、で、はい、今ですね、北方自然と育む母の会ハグマムっていうのを立ち上げられました。で、まあ、こんなふうにですね、もう毎月1回はお話し会か何かイベントをしている、ね、あとマーケットもやっちゃう、屋外でマーケットもやっちゃう、映画上映会もやっちゃう、給食見学会もやっちゃう、っていうふうにもうね、あ、次何やるんだろうみたいな感じで目が離せない方なんですけど、今日はお越しくださいました。パチパチパチご紹介いただきました北方自然と育む母の会の園部ゆかりと申します。よろしくお願いします。はい、緊張する、なぜかね緊張するんだよね、はい、ここはね、はい、じゃあ、ゆかりさんにちょっとご質問したいんですけど、はい、まず簡単な自己紹介をお願いします。はい、私は19年前に北方、青森県八戸出身なんですけど、北方に仕事で来ました。そこからもうずっと住んでいます。今は、小学校6年生と4年生と3歳の女の子を育児中です。で仕事は普通に1日8時間の、はい、正社員として働いています。はいはい、あ、家族構成は？家族構成は、主人と、あと主人のお父さんとお母さんと、あと子供たちと、あと1匹かわいいワンちゃんをで7人と1匹ですね、楽しく暮らしています。はい、じゃあなぜハグマムを立ち上げようと思ったのでしょう？はい、真ん中の娘が食物アレルギーで、それがきっかけで本間先生のお話し会に行ったんですね。でその前に猪苗代のローフードの森先生のところでお料理を習っていて、あ、なんだか私が今までやってきたことはちょっと矛盾があるかなとか、あ、これって本当はこうなんじゃないかかなって思っていたことが全部つながってたんですね。まあでもつながるまでにはそれからまたちょっと時間がかかったんですけど、はい、それがきっかけです。ローフードをやる前はお子さんのアレルギーで悩んでて、悩んでた。でローフードでアレルギーが治った。あ、治りっていうか、まあ良くなって、良くなるっていうか、まあ体質改善ですね。まあどちらかというと体質改善するよりも私の気持ちが楽になったっていうか、食べ物を変えたおかげで、花凛さんもさっきね、気持ちがちょっとって、はい、なんだかすごく楽になって、今まで私が頑張らなければダメなんだって思っていたこととか、こうであるべきみたいなのがもう何だったんだろうっていうくらいに溶けていっちゃって、すごく楽になって、私が元気だと子供たちがあれ元気みたいな、毎日笑ってるみたいなのが分かったっていうか、はい、なりました。はい、分かりました。でどなたとハグマムはやっていらっしゃる？はい、ちょうど、うん、こういう、ここにもいるんですけど、若松でその本間先生の話し会をしてくださった横山忍さんの活動を見て、あ、こういうママたちが集まれる活動が北方に近くにあったらいいなと思ってたんです。
でそんな時にたまたま主人の同級生で自然農をやっている人の奥さんが同じ青森出身だっていうことが分かって、ちょっとずつ忍び寄ってってちょっとずつ口説いてって、で2人で遠藤由美ちゃんという方と2人で立ち上げることにしました。もうかれこれ3年になります。はい、はい、じゃあメンバーはどの何人ぐらいいるんですか？はい、私たち Facebook 上、SNS 上にグループがあって、市内はもちろんなんですけど北方市内外、あと県外の方も含めて、だいたい100人ぐらいいます。で常時何人くらい活動してるか？いつもは、10人くらいかな、はい、近くに、いらっしゃる方で、でもいつも応援してくださってて、こういう会をやったよ、やるよって言うとみんながこうシェアしてくれて、やったよって言うとあすごく楽しそうだねってシェアしてくれて、すごくありがたいです。どんな人たちが多いですか？そうですね、やはり子どもさんを今育児中という方がこうよく集まってくださいます。でお話聞いていくとやっぱりアレルギーがあったりとか、ワクチンを打とうかどうか悩んでるとか、あとそういう仲間が周りにいなかったっていうことで、もうつながりを求めてる方が多いです。なるほど、はあ、はい。で、じゃあ具体的にどんなイベントをされてますか？はい、今月1回の沢会ですね、をやっていて、今までアレルギーと食のお話し会だとかアロマとかとヒップホップだとか、この前ヨガもやりましたし、体験会を、あとハーブのリースを作ったり、あとここにもあるんですけども学校の給食の見学会をしたり、はい、あと上映会ですね、いただきますの映画の上映会を去年させていただいたりしました。で私たちが月1回こう沢会でこういろんなことを情報交換したり、先生を呼んで聞いた話なんかを、まあどこかで披露したいなと思っていて、じゃあ文化祭みたいなのやろうということで、ハングマムマーケットっていうのを、はい、もう、3回ですね、はい、去年の4月と9月と今年の4月で3回やってみました。何人くらい来るんですか？最初300人くらい来てくださって、で今度は野外でちょっと大きくやろうかなと思ってやったんですけど、今年の4月は700人くらい来てくださって、でお天気が良かったのですごく良かったです。はい、マーケットの内容は？マーケットの内容は、私たちの会に所属してくださっている、こだわりの食材だとか、こだわりなもお品物を手作りのものを作っている方々を中心に、はい、はい、今までに一番人気だったイベントは何でしたか？人気だったのどれも楽しかったんですけど、やっぱ学校給食の見学会は人数が決まってたので、終わった後に、講師の先生を招いて、お料理会をやったんですね。でそれがまた1月31日ってすごい雪深い日に30人ぐらい来てくださって、すごいびっくりしました。みんな興味があるんだなと思って、はい、はい、じゃあ今までは、はい、例えばイベント立てても来なかったっていう、誰も来なかったってない？あ、そうですね、はい、私はもう一人でもやろうと思ってるので、毎月やってることによって、いつかこう来てくれる、なんかいつでもこうお話ししたいなって思ってくれる人が一人でもいれば、絶対やりたいなと思ってます。はい、あとイベントをやる上で気をつけてることは何ですか？そうですね、いろいろありますよね。いろいろあります。神経すり減ったりね眠れなくなる時もありますけど、はい、自分が一番楽しければいいかなと、最終的にはね、夜な夜な悩みつつも、いい、もう明日私が楽しめばって思いながら、はい、やってます。
はい、じゃあこういうねイベントを3年間やってきて、まあ、どんな風に変わりましたか？周りとか。周りは、まあ、ちょっとずつ市内でもこう応援してくださる方がいて、あのこう行政で立ち上げるなんかイベントでハグマムさんを来てくれませんかとか、マーケットやってくれないですかとか、まあ、やれない時もありますけど声かけていただいたりとか、あのします。ちょっとずつ知名度が上がっていて、うん、頑張ってるねとか声かけてくださったりしています。なるほど、はい、じゃあ今後はどんなことをしていきたいですか？そうですね、うん、実は去年、あの、去年今年3月に学校給食に関してみんなで、あの、まあ、市の議会に陳情書を出したりしたんですけれども、うんうん、まあその後、まあ、いろいろあっていろいろ、あの、花里さんにもご相談したんですけど、あの、まあ、大きく変えたいって、何かを変えたいっていうこともこう時には必要かもしれないけれども、私がそうだったようにこうちょっとしたきっかけで変わる人が増えればいいかなって最近は思ってます。そのちょっとしたことで一人でも二人でも変わればいいなって、そのきっかけを作るのが私たちかなって思ってます。私たちがこう茶会やったりマーケットやったりすることで、お客、あの、会った人とこんなことをこうあるんだよとか、こんなこととかちょっとずつお話ししていって変わってくれる人が増えればいいかなと思ってます。 で、はい、でもちょっと頑張って大きいことは、はい、みんなに迷惑かけないようにやりたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。私もちょっとね、この間、あの、喜多方の、あの、厚塩加納町にある、あの、学校給食食べさせてもらったんですけど、本当に美味しいんです。あの、もう 近所というかね、地域の農家さんたちが無農薬でお米とか野菜を持ってきて、もう子どもたちに食べさせてやれって感じで安くね、あの、納品してくれて、それを本物の調味料で、ね、味付けして、だからもうめっちゃ美味しいですね。でぜひね、この学校給食はなくしたくないなと思って、もう私もいます。はい、応援してます。頑張ってください。はいはい、じゃあ次、まあ、地元ね、ここ、あの、せっかく柳津に来ていますので、あの、金山のうんと美人ママ末佳代ちゃんもぜひ一言と思いましてお願いしました。はい、末佳代子さんですね。あの、末さんは、集いの場この風っていうのを、1年前に立ち上げたのかな、まだ半年ぐらい、そうですね。で、あの、もともとは、会津若松で、住んでたんですけど、3年前に戻ってきたんだっけね、金山にね、盛り上げたいと思ってね、という方なので、ちょっと、あの、末佳代さんのお話も伺いたいと思います。パチパチパチ。はい、じゃあ末佳代さん、簡単な自己紹介お願いします。はい、簡単に入ってるよ、はい、聞こえてますか？私の声は届いてますか？はい、先ほどの花兄さんが、ご紹介してくださったように、3年前に、地元の金山町に戻ってまいりました、末佳代子と申します。で、その3年前に、会津若松に戻ってきて、それまではちょっといろいろと転々してたんですけれども、高校生からもう金山は地元を離れて会津若松の方の高校に通って、まあ、しばらくずっとよそに出てたんですけども、まあ、いろんな、まあ、その震災もあり、まあ、いろいろこうタイミングが重なって、まあ、会津に戻ってきて、で、あの、本間先生とか、あと花凛さんとか、いろんな人に出会って、まあ、もともと私薬剤師ですが、うん、なってすぐにやっぱ薬じゃ体は良くならないっていうことに気づいて、まあ、いろいろ整体なり、
アロマだったり、まあ、自分なりにいろいろ勉強して、まあ、でもやっぱ本業もあるのでいろいろできずにずっといたんですけども、まあ、会津に戻ってきて、あ、やっぱり自然って大事だなって、体を作るのは自然だし、まあ、自然に沿った暮らしは大事だなと思って再確認をしまして、でなんだその自然ってすぐ近くにあったじゃんと、うん、亀山っていう地元にあったじゃんって思ったんですけども、私が会津に戻ってきた頃にはもう高齢化率が58近く、うん、で子供も少ない、うん、で、まあ、私の娘が今小学校3年生なんですけども、会津に戻ってきた時がちょうど4歳ですね、うん、で戻ろうかなって思ったタイミングが小学校に上がるタイミングだったんですけども、その時に、まあ、金山の小学校はどういう状況かなって見た時に、もし入学してきたとすると同級生は1人しかいないっていうのを聞いて、まあ、若松にいれば多分友達100人いるぐらいの学校でも金山に戻ると同級生1人、さてどうしようかって思ったんですが、やっぱりそれだからって、まあ、まだ便利な会津若松にいるってなると、まあ、結局状況は変わらない、うん、そういう方がいるから今こういう金持ちになってしまったので、それじゃいけないと、うん、ちゃんと地元に戻ってきて、あの自然をちゃんと残していくために、で、まあ、帰省にはあの盆正月帰ってくる方多いんですけども、いつかは帰ってくる家もなくなる、帰ってくる町もなくなる、ではいけないと思って、まずじゃあ私が体で示して戻ってこようと、有言実行だほらみんなもやってみろっていう僕はやってみろっていう勢いでもう覚悟を決めて帰ってきました、はい、なるほど。で今は、娘と、私と、私の両親、ジーバーと4人で暮らしています、うん、はい、でじゃあ集いの場この風っていうのを立ち上げたきっかけは、きっかけは、うん、まあ、金山町は、まあ、近隣の奥会津はカフェとか最近移住者の方とか U ターンの方が増えてきて、うん、カフェとか飲食店が増えてきたんですけども、金山町はあのまだそういったお店が少なくてで、まあ、職場の主婦の方々もゆっくりコーヒーとか飲める場所あるといいなとか、まあ、あのゆっくりお話できる場所がいいな、あるといいなっていう話をずっと聞いてきたんですが、まあ、ずっとやりたいなと思ってたんですけども、まあ、本職もあってあのなかなか、まあ、一応子育て中なのであのなかなかそういったタイミングもないし余裕もないしお金もないしっていうことだったんですけども、去年一昨年いや違う去年の、まあ、3月ぐらいから、オールオークアイズっていうあのボランティア団体が震災後からあの奥会津でできたらしいんですけども、あの震災の時のその瓦礫の撤去とか、あとは今なんかだと奥会津とかでやるイベントのスタッフでなんかいろいろ活動されてるボランティア団体があって、でその定例会が月2回金山夜開かれてたんですね、うん、で、まあ、奥会津の事情金山の事情を知るためにちょっとその会議に参加させてもらえませんかということで会議だけ参加させてもらってたんですけども、まあ、一応その去年の、まあ、5月から正式に、まあ、入会というか、まあ、ボランティア団体なのであの混ぜてもらうことになったんですね。 で、でそのボランティア団体の一人が私の隣の家の同じ末さんっていう方、まあまあ、私と私の親と同じぐらいの世代で、あのおじさんっていうのも申し訳ないですけどもあの方なんですけども、その方が、まあ、私がいろいろこう頑張っているっていう姿を見て、お前がいろいろやりたいなら俺ん家の隣にあるその真ん中にある家ですね、それがその隣のお家の方の、まあ、親戚とか家族の方が、住んでたらしいんですね。でそこが今空き家になってるから、まあ、お前がなんかいろいろやりたいなら貸してやってもいいぞっていうふうに言ってくださって、あ、まあつまりこれはやれってことだなと思って、で、まあ、ちょうど大きさもちょうどいいんですね。1階1部屋あ2部屋あったんですね。2部屋あって上がちょっと真ん中ちょっと1部屋があって、
あるんですけど、あ、これならちょっとやるやるにちょうどいいなと思ったんですが、まあお金とかもかかりますし、さてどうしようかと思った時にちょうど町の助成金のこうチラシが来て、地域の魅力向上支援事業みたいなっていうやつで、助成金のチラシを発見し、あ、これ使えるかなって思ったんですね。で、さてそれを使うにも団体じゃないと使えないので、じゃあちょっとそのオールオークアイズの会長さんに相談してみようっていうことで相談したら、いいよいいよやってごらんっていうことで応援してくださって、まあ、その助成金をまあ使って改装できるところはちょっと改装して、とりあえずまあみんなこう使えるようなスペースを作ってみようっていうことで作り、まずやってみようっていうことで作りました。なるほど、はい、あ、そうだったね、はい、あ、すごい素敵ですね。これは何、カレーを食べる会、あ、カレー、ネパールカレーを食べる会とか、うんうん、まあいろいろ、まあイベントっていうほど大きいものではないんですけども、うん、で、まあ、下のまあ両端の写真が、内覧会が、うん、去年の11月の17、18土日でやったんですけども、うんうん、その一番こう左ですか、うん、あれは木蓮、うんうん、ね、会津若松の木蓮からちょっとボール、木のボールプールをレンタルして、うん、まあ、子どもたちが来て楽しくこうゴロゴロやってくれるといいなと思ってレンタルさせてもらって、うん、であとは、まあカフェとかとあるんですけども、うん、柳津の、山猫金子さん、山猫カフェの金子さんに出張カフェをお願いして、うん、紅茶と、美味しい紅茶と、まあ、ちょっとしたお菓子をこう出してもらうように お願いしたら、うん、結構人が集まってくれました。はい、はい、そうだったんですか。そんな感じです。じゃあ今後、はい、この風もね、でイベントをどんどんやっていく形で、はい、いいですか。まあどんどん、まあ、うん、基本的にイベントするための施設っていうわけではなく、うんうん、まあレンタルスペース、コミュニティスペースっていうことで、うんうん、まあ、近所のおばちゃんとか、うん、あとママさんたちがちょっとお茶飲みに使いたいんだけどとか、うん、なんかいろいろカルタ取りやりたいんだけどっていう感じで、うんうん、ちょこちょこ使ってもらう、うんうん、あとはそのオールオークアイズっていう団体の会議をここでしてもらったり、うん、で終わった後にじゃあちょっと飲むかっていう感じでそこで酒飲みが始まったりとか、うん、そんな感じで、まあそれこそ誰だっけかな、まあちょっとした酒飲みとか鍋パーティーとかも今までやったりと、たまたまあ、大事なこと、この風のロゴマークを会津短大生に作っていただいて、あ、ないんですけども、作っていただいて、作っていただいてすみません、作っていただいて、で、まあその時にその高橋先生っていう会津短大の高橋先生がもともと知り合いだったので、で、その短大生のためにも、まあ高橋先生がじゃあ新聞社にちょっと呼び込み入れるからっていう感じで、たら取材に来ていただいて、でその時の取材、まあ、新聞にちょこっとだけ載せてもらったんですけども、クリスマスパーティーを準備する生産みたいな感じで乗っかっちゃったんであ、やべえクリスマスパーティーしなきゃっていうので、まあ、私の娘と同級生、たった唯一の同級生2人と、まあ、その家族、あと兄弟もいるんですけど、でささやかにクリスマスパーティーをして、まあ、それだとつまんないなと思って、子供たちとみんなでクッキーを作って、うん、でサンタの格好をして、これを、まあ、地域の人たちの高齢者の 家に配ろうということで、まあ、逆サンタをして、で、まあ、2人なんせ引っ込み思案な2人なので、じゃあちょっと近所に唯一の地区に、6年生の男の子がいたので、6年生の男の子の、おじのお父さんにお願いしたら、ちょうどその日6年生の男たちでクリスマスパーティーやってから、この子たちも使っていいよってことで、その男たの子たちも喜んで帽子かぶってトナカイのなんかこういう飾りのやつを着て一緒に配ってくれて、まあ地域の方々がすごい喜んでくれて、ああよかったなっていうことがあったんで、まあちょっとずつそういうのも思いつきの、まあ私のイベントとか、あとは誰々がこうやってみたいっていうのをじゃあやろうかっていうふうな感じでやっていきたいなと思ってます。なるほ
どうもありがとうございました。末さん、本当に頑張ってください。はい、今ちょっとねお二人紹介したんですけど、実は今日ですね、このお二人がのびのびこういうふうなイベントをできるきっかけ作りをしてくださいました自然派友の会乃木の種横山忍さんもおいでくださってます。で、横山さんねすごくシャイなんで、私があとインタビューしたいんだけどって言ったら、とかって言ってっていうので、ちょっと私がね自己紹介他己紹介し、でもちょっと一言ねお願いしますよ。横山さんは大学生の息子さんを筆頭に、ね、次男次女の4人のママっていいんだよね、で、元看護師さんです。で、会津若松には7年前いらっしゃったんですよね。旦那さんの転勤でいらっしゃいました。で、本当にねすごいんです。横山さん東京まで行ってマクロビオティックを勉強したりですかとか、あとねパン教室をね福島市でやってたりとか、結構頑張ってやってらっしゃるんですけど、まあずっと私が本場先生のお話し会をやっていた時に、まあ参加してくださいまして、会津若松呼びたいんだけどみたいな、こんな人いたんだみたいな、でそれからお知り合いになりました。でもうね忍ちゃんその後もう本当に本間先生呼んじゃって、それからなんか毎年毎年ね偉い先生、これは自然派の高野先生のお話し会なんですけど、これもぎゅうぎゅうでしたね。100人ぐらいいらっしゃったのかな、っていう風に、あれこんなすごい人がいたんだっていう感じの、まあ、本当にすごい方なんですよ。でご本人はねすごくシャイで、いや私とても人前にはっておっしゃるんですけど、ちょっと来ていただけますかせっかく来ていただいたんでね、はい、しのぶちゃん、はい、会津若松市からいらっしゃいました横山しのぶさんです。はい、皆さんこんばんは。ただいま大花さんから ご紹介に預かりました横山と申します。本当はここで話すなんて思っていませんでしたが、2日前にちょっと打診をいただきまして、本当に恥ずかしいんですが、はい、よろしくお願いします。まあね一応自然派友の会乃木の種っていう名前になってるんですけど、どうして乃木の種っていう名前なんですか？はい、私は福島市に住んでいたんですが、震災を機に、会津、震災1年間は向こうにいて、で、その後会津に移住しまして、福島市の時に、料理教室というか料理お料理会をやっていたんですね。その頃もやっぱりちっちゃいお子さん連れのお母さんたちがいっぱい集まってきて、皆さん自然食を学びたいということで一緒に楽しんでやっていたんですが、乃木の種というのは乃木というのは、6月にある某種で、こう麦のようなこう先端がこうのそういうこう種まきをする時期なんですね、乃木、房州というのが。で私6月から始めて、でしかもその自然食というすごくいいものをこう広めたいなと思ったので、その種をまくようなイメージで乃木の種とこう房州をこう別々に分けて、でそういう名前にしました。なるほど、可愛いですね。ありがとうございます。はい、じゃあ会津にね来て5年あ7年7年ぐらいになるのかな、はい、イベントは大体どんなイベントをしてるんですか？イベントは、最初、大花さんが先ほどおっしゃった、本間先生の講演会をやりたいっていうか、もう本当にその時はインスピレーションで、やりたいっていうところで、言ったのはいいけれど、ちょっとすごい大変なこと言ってしまったなと後で後悔しましたが、その時にわーっと協力者が集まったんですね。大花さんのおかげだとは思うんですけども、なぜかすごく不思議なことに一気にボランティアスタッフさんが集まってくださいまして、その中に生産がいらっしゃいました。はい、で
あの本間先生の講演会に園部さんが参加されてましたっていうところのご縁もすごくありますし、あとはあのおむつなし育児の和田先生もお呼びしまして、はい、こちらにはないんですが、あのおむつなし育児研究所というところの和田先生もお呼びしまして、毎年1回ずつ大きな講演会をして、その他にあのちょこちょこっとちっちゃいイベントを、マクロビオティック料理教室、あとはマクロビオティック料理教室は、あの現在も今月も予定されておりまして、あの私の師匠である室井千恵子先生が、あの会津に来てくださるということで、あのお願いしまして、はい、あとこの間はあの女子の幸せ、はい、これは一年ぼっきのあのあれなんですが、あの福島市の助産師さん、友達経由でこう、お知り合いになり、あの知り合いになりまして、はい、あの女性と子どものための講座ということで、あの先日開催いたしまして、こちらももう60人ぐらい集まりまして、総勢、はい、すごく良かったという感想をいただきました。なるほどね、はい、だいたい何回ぐらいやったんですか、数えて。だいたい28回ぐらい、すごいです、はい、延べ人数だと450ぐらい、すごいね、はい、来てくださいました、うん、あ、素晴らしいです、はいはい、まあ、どんな方がいらっしゃいますか、皆さんなんとなく関心ある人たちが。そうですね、うん、あの大体皆さん、あのお子さんのアレルギーがすごい悩んでいるという方とか、あとは自然に沿った暮らしにすごく興味があるという方が多いです、うん、はい、これからどんなことをやっていきたいですか。そうですね、これからですね、私はあの命の始まりである妊娠と出産というところをちょっとこうキーワードにして、産後のお母さんのサポートをするような活動を今考えております。うん、はい、わ、はい、かりました、どうも本当ありがとうございました。パチ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 、ね、なんかあのこれすごいですよ、あの民間なんですよ、民間というのはつまり、ね、行政からお金をもらってやってるわけでもなく、行政が主体でやってるわけでもなく、ただ一個人がやってるんですよ、なんか信じられなくないですか。しかもちゃんと有料でね、うん、高いとこは3000円とかね、1000円とか取ってますけど、もうこんなにね集まること自体がすごいと思うんです、ね、そうで、あの私もイベントやって、やっぱり遠くはあの京都からとか、あの青森とかから来るんですけど、企画さえね面白ければどんなに遠くても来てくれますよね、うん、というわけで本当にね、あの今まで3人お三方すごくいい発表していただきありがとうございました。はい、で、ですね、今日あの ご飯を実は作ってくださる方まだお見えにはなってないんですけど、あの懇親会で作ってくださる方ね、遠藤由美ちゃん、さっきあの園部ゆかりさんがおっしゃった遠藤由美さんと、おやつを作ってくださる斉藤さんも今日来ています。この方もねすごくあの食であのなんていう仕事をされている方なんですけど、やっぱりこういうイベントをたくさんやっている時にご飯を提供してくださったりとかしてくださってますね、はい、ちょっとご紹介だけ後で懇親会でゆっくり、はい、お話したいと思います。ですね、じゃあちょっとまとめに入りますね。あの自然派ママってどういうふうに実際活動しているのかっていうと、私ちょっと分析したんですけど、やっぱりね先輩ママたちの応援の力がすごいんですよ。でさっきあのお医者さんをご紹介したんですけど、その方もそうなんですけど、あのやっぱ先輩ママたちのバックアップがあってで活動しているようです。であのその現役のママたちが必ずやってることは情報発信とあとイベント作りですね。でそれで仲間が集まっていくと、まあ私もできるかなっていう風になって、まあ、こんな風にあのどん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 枝分かれしていく、アメーバーのようにどんどん増えてるっていう状態です。で、まあ、ちょっと福島の方をちょっと分析したらですね、あの自然派ママたちを支える拠点っていうのが結構ありまして、
自然食のレストランですとか、あと自然食品店とか、あとはホテルですとか、そうですね、カフェとか、まあ、こういうのも、ね、いっぱいあったんですよ。で実はこれ私80店舗も見つけちゃって、ブログの方でこう紹介してます。とても紹介しきれないです。でもこんなところで自然派ママたちは食材を買ったり情報交換したりっていう風にして活動しています。でそのちょっと最たるものというか、もう本当に代表的な方はこの銀河のほとりっていう須賀川にある、銀河のほとりさんですね。でこちらは有馬勝子さんっていう、本当にもう5人のお母さんで、お孫さんが4人いらっしゃるっていう方なんですけど、銀河のほとり自体がもう20年かな、うん、本当にもう老舗です。で穀物菜食レストランなんで、まあ、ご飯とお味噌汁とお野菜だけという、ね、メニューになってます。でこちらの方で私もそうなんですけど、もういろんなイベントさせていただいて、まあ、自然派ママたちの拠点にはなってますね、はい、勝子さんの影響はすごく大きいです。であとちょこちょこ最近は結構新しめでというか、可愛らしめというか、おしゃれ系というか、うん、須賀川でも水彩カフェさん、親子カフェって言って、まあ、こちらビーガンですけど、ありますし、あと喜多方の月と食堂月とお日様なんかでもよくイベントをされてます。やっぱり畳があるこうカフェなんかは使いやすいですね。だから一緒にご飯食べながら情報交換したりっていうママたちがすごく増えてるんじゃないかなと思います。まあ、こういった拠点はありがたいなと思って、まあ、私もなるべく情報発信するようにしてます、はい、あとその現役のママたちを応援する先輩ママたちっていうのもやっぱ福島にいて、今日もお二人ほどいらっしゃってます、はい、今日いらっしゃってるのが郡山女子大の准教授である亀田明美先生 と、郡山のセラピストの矢作ひろみさんですね。なんか一言いらないなんかね、さっきね一言どうって言ったら、って言われちゃったんですけど、なんかいいでしょはい、じゃあ亀田先生ぜひ亀田先生は白河市にお住まいなんですけど、私と出会ったのは3年前ぐらいかなね、はい、で2人で福島子どもの学校給食を考える会っていうのを立ち上げて頑張ってます、はい、あどうぞどうぞ、はい、じゃあ亀田先生、はい、皆様こんばんはこんな風に登場するとは思っていませんでした一応ですね、大学で、給食管理学っていう科目を担当しております。で私は全くこういった自然派の活動とはなんて言うんでしょう、ハナリンさんとの出会いは関係なくて、本当に自分の個人的な悩みとかいろいろこうまあありまして、でそれでハナリンさんと知り合ったらば、なんかみんなママさんたちが食について活動しているんですね。で、私ずっと学校給食の現場にいたので、何かできるんじゃないかなと思ってハナリンさんに相談して、ハナリンさんがパパパパッと活動のFacebook のグループとかを作ってくれたり、いろいろとこう活動を支えていただいていて、本当に名前ばかりなんですけれども、福島子どもの学校給食を考える会という会の代表をさせていただいております。はい、本当にね、亀田先生がいるおかげで私たちのびのび、ね、活動できるんじゃないかなと思うんですけど、今までどんなところにこう行ってお話をしたりしてたんですか？はい、そうですね、この福島子どもの学校給食を考える会っていうのを立ち上げてからは、先ほどお話をしてくださった園部ゆかりさんの、映画上映会とかに呼んでいただいたり、うん、あとはですね、郡山 の、 子育ちの会の、猪俣さんとかにお声をかけていただいて、はいはいはい、郡山の方でお話をさせていただいたりということで、全くなんて言うんでしょう、そういったお母さんたち の、 グループに声をかけていただくっていうのはなかったので、とても新鮮な、感じでお話をさせていただいてます、うんうんうん、
はい、どういう内容のお話をしてるんですか？あのもちろんですね、うん、学校給食のお話ですとか、うん、あとはやはりあの子どもたちがこうアレルギーが増えているっていうのは、うん、本当にこう文科省の方でも調査して分かっていること でそのアレルギーを、まあ、学校給食では除去食とかで、対応しようというふうに考えているんですが、除去食で、対応するにはやっぱり給食自体を、いいものを提供していかなきゃいけないので、学校給食の、現場ってどんなふうにあの作られているのかとか、それからあの行政ではどうしてもあの効率を優先させてしまってセンター化が進んでおりますので、そのセンター化を、なんて言うでしょうね、お母さんたちのこう意識で、ちょっとでもこういいものにしていく、そしてあの最終的には子どもたちにいいものを食べさせて、アレルギーもあの対応についてもあのきめ細やかな対応できるようにっていうふうに考えて、おりまして、私は本当にちょこちょこってしか手伝いはしてないんですが、あの同時多発的にいろんなところであのいろんなお母さんたちがあの活動していて、それをあすごいねとか、あのあそうだったんだとかって、で悩み事があればあの、まあ、相談させていただいてこうアドバイスするっていうような形で活動しております、うん、はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい、亀田先生にはぜひあの花ホテルでも講演会をとお願いしてますので、また改めて決まりましたらご案内したいと思います。はい、というわけで、ちょっとまとめに入りたいと思います。今後、まあ、そのロハスなコミュニティどうなっていくのかなって私考えてるんですけど、ちょうどねこの間6月1日ですかね、あの本あ2日6月2日あそうだった6月2日にワビーガンであの国境なき料理団っていうのを組織してます本土よしこさんが福島においでになりまして、で平和のテーブルっていうのをやってましたね、開催してましたね。でこちらテレビ局で取材されて、まあ、23日放映らしいんですけれども、まあ、こういったねすごい方が今あの福島に来てこういうような大きなイベントをやってらっしゃいます。でこれ、まあ、なぜできるかっていうとですね、皆さんここにいる人たちがスタッフをしたりねしていて、やっぱあの自然派ママたちがねあのちゃんと裏でサポートしていらっしゃいますね、はい、あとは、まあ、あと昨日の話なんですけど、郡山にねビーガンのカフェができて私行ったんですけど、あの沖縄から帰ってきて、まあ、そこで学んだまあ、ビーガン食を提供したいってことで、あの森の風ラボさんね、あのブランチっていうところでやってるんですけど、あのなんとなくね U ターンの方が増えたかなって気がします。で私みたいにあの震災後 U ターンしてきている人とか、あとまあ最近なんか福島がこんな元気になってるから、なんか福島でも何か仕事ができるんじゃないかなと思って、こんな風に帰ってきている方がすごく増えたなって思います。なのでまあ、これからどうなっていくかなって思うと、まあ、こういうイベントとかこういう人たちがどんどん増えていくんじゃないかなと思ってます、はい、なのであの楽観的に考えております。で、まあ、本間先生も、ね、よくおっしゃるんですけど、あの1割変わればあの残りの9割が変わるよっておっしゃっていて、まあ、こういう自然派な暮らしもあのまだまだ、ね、少数派で、まあ、皆さんいろいろ悩むことも多いんですけど、まあ、いずれあの1割に達した時に自然に変わっていくんじゃないかなと思っております、はい、というわけで、今回のあの講演の方はこれで終わりにさせていただきたいと思います。皆さんどうもご清聴ありがとうございました。はい、質問じゃあどうぞ質問ありましたら、あ、これマイク使った方がいいかな、うん、皆さんどうぞ。あ、はいはい、はい、ありがとうございました。北方で
地域おこし協力隊をやってます。石島ライターと言います。あ、噂の噂の聞いてました。あの園部さんから。あ、そうなんですか。ありがとうございます。私もいろいろと私の活動している周りで花里さんの噂を聞くことがいろいろありまして、まあ、関わってる農家さんですとか、まあ、園部さんもそうなんですけど、どういった方なのかなっていうのをずっと気になってましたので、まあ、本日お会いできてよかったです。ありがとうございます。どうもありがとうございます。で、何点かちょっと質問があるんですけども、はい、私も自分自身で、まあ、自然派というか自然体験教育をやってるんですね。まあ、子どもたちを集めてキャンプをして、まあ、そこでいろんな遊びですとかいろんな活動をしていくという、ことを行っておりまして、で、まあ、そうしたことがこれからの子どもたちは絶対必要だろうと思ってやってます。で、まあ、本日その自然派育児とか自然派の子育てということを、まあ、比較的推進というかされている方の話ということで、花里さんがもうその自然派で行うなんていうんですかね、まずその自然派の育児とか子ども子育てっていうのは、まあ、どういったものなのかっていうその具体的なところが知りたいのと、 あとそれによって どうなるのかなっていう子ども自身が、はい、私がやってることとは少しちょっと経路が違うようなことも感じましたので、花里さんが行うってこう広めてこうとされているものの、まあ、定義的なところと、あとそれがもたらす効果みたいなところもぜひ知りたいなと思い、はい、質問させていただきました。ですね、まずですね、医療費が、ね、年に 3.2 兆円っていうのは異常ですよね。だから、まあ、その3人に1人が病気っていう状態をなくしたいっていうのがあります、うん、でそれはほとんど、まあ、食に原因があるんですよ。で、食がだから今までの食が間違っている。だからこれを食べなきゃなんない、これを食べなきゃなんないって習った食が間違っているっていうところありますので、そこを、まあ、こういう食事だったら健康になれるよっていうのを広めていきたいなと思います。だからまず病気をなくしたいっていうのがありますね。あとはロハスっていう言葉私頻繁に使ってるんですけど、やっぱり地球環境にいい生活をしていけば、例えば、動物だって殺されなくて済むし、まあ、持続可能な社会になっていくんじゃないかなと思ってます、はい、本当にね、こういう社会ってなんていうのかな、ぼんやりとしたイメージしかないんですけど、あ、そうですね、江戸時代とかそんな感じ。江戸時代って循環型社会だったですよね、うん、ほとんどだからゴミも出ない、糞尿とかも全部肥料になって、でそのまま 畑にまかれて、でそこで野菜が取れて、それを消費するってい こう循環型の社会だったんですよね、うん、だからなんとなく、まあ、江戸時代に近い社会とか、あとは縄文時代とかね、争いが一切なくて平和な時代が1万年も続いたっていう時代が日本にはあったんですね。なんとなくだからそういうイメージです、うん、なるほど。それで子供がどうなりたいっていうのはその、はい、病気にならない強い子を育てたいって、はい、そういうことなんですかね。そうですね、極論というか、うん、要点だけつまむと、だって病気になってたらね、はい、好きなこともできないし、うん、うん、まず健康ですよね。わかりました、ありがとうございます、はいはい、あ、はい、あ、こんばんは。あ、どうも。まあ、今講演聞いてもう感動して泣きそうです。本当ですか？はい、いや、お井上さんに言っていただけるなんて本当に嬉しいですね。まあ、自分がね、うん、皆さんに伝えたいことをそのまんま言ってくれてすごい気持ちいいです。よかったです。まあね、俺みたいなやつが言っても伝わらないんですよね。やっぱこう美しい女性の方に言ってもらわないと。で、まあ自分の妻もやっぱりこういう食事を毎日自分に作ってくれて、1歳半の子供もいるんですけども、で、まあ、毎朝俺朝の4時に起きて夜の10時ぐらいまで農作業やら薪割りやらいろんな仕事やってて、今42歳なんですけど、今が一番体力あるなっていうぐらい朝から晩まで動いてるんですけど、それは本当食事のおかげだと思ってます。なんかね、うん、それでまあ1歳半の子供もいるんですけど、自分もやっぱ東京の町田出身なんですけど、自分もアトピーと喘息で子供の頃悩んでて、
まあ、実際同級生なんか 50% ぐらいはアトピーと喘息だったんじゃないのかなって言って、まあ、アトピーと喘息以外にも、うんうんうん、ね、みんな病気、まあ、腎臓病の友達もいたし、うん、心臓病の友達もいて、うん、まあ、高度成長期の、まあ、東京の現状で、まあ、給食も今思えば週に6日あ5日か週に5日のうち、まあ、4日間はアメリカ産の小麦を使ったコッペパンそこにバターとジャムを塗ってみたいな給食でした。で、まあ、実際こう今1歳半の子供がいて奥会津で子育てしてるんですけど、もうめちゃめちゃ健康で病気一つしないで、もう本当奥会津に来てこういうね自然に寄り添った暮らしして本当良かったな、このためにこういう生活してるんだなって思うんですけども、やっぱりこう今話にあったように学校給食、これから自分の子供が保育園とか学校に通うにあたってやっぱ学校給食が すごい気になってて、で今まあね、さっき末佳代子さんも言ったように金山町は県内でも一番高齢化が進んでて子供が一番少ない町です。まあ福島県で多分1位だから全国でもね、トップクラスだと思うんですけども、でまあ自分移住者なんで、どうすればお犬間さんみたいな人たちがあの他県から移住してくるのかって結構役場の会議とかに呼ばれて、なんかこう意見をすごい聞かれるんですよね。で自分はまあ、まあ金山町って給食費が無料なんですよね、あの助成金が出て保育園から高校まで、あの無料なんですけど、でも一番少ないんですよね子供が。だからやっぱりこう給食費を無料なだけじゃなくて自然食に変えるのが、まあ俺一番の秘策だと思ってて、その通りですね。今度まあいただきますっていう映画を上映して、まあこの映画を見ればちょっと変わるんじゃないかなと思って、金山町で6月の29日に今度上映会やるんですけども、まあどうすればこうね給食とかこう町の人、町の方々に伝わるのかなってこう考えてて、まずまあそういうアクションを起こしてるんですけども、何かこういいアドバイスがあったらお聞かせいただきたいんですけど、よろしくお願いします。得意なとこですね、はい、あの移住促進の仕事してたんで得意なとこなんですけど、まず私だったらツアーでお犬間さん家に行っちゃいますね。そして1日農業体験とお犬間さんの話を聞くっていうあのツアーを企画します、はい、あの一番はその楽しん移住して楽しんでいる人の姿を見せることなんですよ、うん、で決してそこに行かなくても今ネットでねいくらでも配信できますから、そのお犬間さんの生活をとにかく全国に発信する。そうするとお犬間さんのアンテナにピピピって反応した人が絶対反応しますね、うん、あの必ず来てくれると思います。なので、まあ、情報発信とそのイベントですね、はい、というのを私はお勧めしますと行政の方に言っておいてください。ありがとうございます。感想などでいやすいません、ああ大丈夫です、もう飲み切ったんですいません、なんかいろいろいっぱい聞いてしまって、まあ、花里さんといえばすごいこう情報発信っていうところが私の中でかなり耳に届いてくるところなんですけども、
まあ、正直花里さんもおっしゃってたみたいに自然派ということで、活動されている、まあ、ママに限らず方々ですねというのはまだまだこう社会的に見れば少数派だと思うんですね。で、まあ、ただその方々が、まあ、ここにこれだけ集まっているということは、まあ、その少数派の方々に花里さんの情報が届いているということだと思うんですけども、その情報をそういう、まあ、少数派数少ない限られた方々にこう届けるための考え方というかポイントというか、どういうふうに、情報を発信して、その少ない方々に上手に届けてきたかというところをお伺いしたいです。そうですね、はい、やっぱりイベントですね。イベントをやることが一番いいですね。で、大きなイベントもちっちゃいイベントも何でもやります。で、大きなイベントは例えば100人ねいらっしゃれば、その中が1割は絶対興味があってリピーターさんになってくれますので、大きなイベントバーンってやって、あとちっちゃいイベントっていうのは本当に1対1で話せるぐらいの少人数のイベントをやって、まあ大きなイベントじゃね込み入った話ができないので、ちっちゃいイベントでその人たちの悩みを聞いたり、あ、こういう人がいるから紹介するよとかっていうケアをしてやるのがまあポイントですかね。なるほど、もう正直コツコツやってきたって感じですね。あ、そうです、もうそれしかやってこなかったですね。わ、うん、かりました。なんかすごいこうわーっと集める何かがあったのかなと思ったんですけど、うん、そういうわけではなく、ああ楽しそうな感じ。あ、自分がまずだから聞きたい、その聞きたい イベントをやるにも、例えば先生を呼びたいっていうんだったら、はい、私がその先生の話を聞きたいっていう、そのワクワク感が伝わってるんじゃないですかね。自分が聞いて勉強になるものだったら他の人たちにもためになるんじゃないかなっていう、そういう観点で選んでます。イベントはイベントっていうか、その例えば先生を呼んでお話し会とかねやるんだったら、で、あと自分が本当楽しまないと人も来てくれないので、楽しむことが一番ですね、ねみたいな。本当にね、はい、そう、おかげさまでだから事故もないし、ほとんどクレームもないですね。一番は本当事故ですよね。イベント来た人からねクレームがあったり、なんかね怪我しちゃったり、全くないですね。はい、ぜひ遊びに来てください。白川の方にもやってます。はい、はい、でいいですかね。以上で。あ、そうですか。あ、じゃあ感想、はい、せっかく栃木からはるばる。あ、どうぞ。大丈夫です。先輩ママの本当に栃木でも筆頭たる方ですよ。いやいや、栃木から参りました。国府田と申します。まあ、白川はねすぐ近くなので、花林のことを私は、まあ、年はあれですけど師匠と思って、はい、仰いでいるんですけれども、まあ私は、まあ、那須っていうところに住んでいて、那須も自然派ママの会をね立ち上げて今そこで活動しているんですけれども、本当にこう福島でもねあちこちで本当自然派ママの会が立ち上がってるのをすごく心強く思って見ているんですけれども、まあ今日はもうそれがどう起きてきたか、そしてどう広がっているか、でそれを支えているのは誰なのか、そしてこれからどう向かっていくのか、もう本当に筋道立てられて分かりやすく話があったので非常に良かったです。 ありがとうございます。でこれがYouTube で全国にも流れているということで、ぜひこの流れがもう福島のすっごいお手本だと思います。もう自然発生的にもあちこちでって言って、それぞれにこう支える人がいて拠点となるお店があって、もう本当になんかお手本になってるのかなっていうふうに思います。はい、なのでもうこれが全国にね広がって1割を超えるのを私もすごく楽しみにしてます。はい、もう今日のこれを聞いてますますやる気が出ました。ありがとうございました。ね、本当ね。もう一方ぐらいどうでしょうか。はい、はい、どうぞ。ああ先輩ママでちょっとはしょっちゃいましてすいません。今日は本当に大花さんありがとうございました。2016年に大花さんに出会って、本間先生とも出会って、ここにいらっしゃるママたち自然派ママたちとも知り合って、今ねこうやって福島がどんどん盛り上がって、本当に福の島になりつつあると思います。
で私自身もそうなんですけど、あの昔教師をしておりまして、養護学校にも勤めておりましたので、大変あの障害のあるお子様が爆発的に増えてるんですね。でつい先日田村市にちょっとあの養護学校の方に支援学校行きましたら、元同僚が校長と教頭をやっていて、あら健常者がこんなに減ってるのに養護学校は増えてるし、あちこちで分室分級っていう感じでどん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 増えていて、本当に3300人に1人だったお子様が、障害を持ってるお子様が今100人に1人、それから先ほど大花さんが言われたようにアトピーアレルギーが40年前までは1万人に1人だったのが今は3人に1人、これは確かにもうおかしいんです。もう本当にあの目覚めた方といいますか、あの本当元禄時代の食事が一番本当に素晴らしいと言われてるんですね。これ実はねアメリカの研究でも出てますけれども、本当にあの時 の, あの私たちの食事に、日本の食事に、それから家族の姿に、食卓囲んでみんながご飯を食べる、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、そういう本当に昔のスタイルを戻しつつ、それが本当に福の島、それから日本もね本当に再生できる近道なんじゃないかなってすごく思うこの3年間です。本当に大花さん、あのこれからもどうぞよろしくお願いします。あの本当に今日はありがとうございました。はい、皆さん最後拍手をして終わりたいと思います。大花さんありがとう。あ、しっかり。ありがとうございます。実はあの打ち合わせ通りでございます。本当にありがとうございました。ちょうど時間となりましたので、この辺で今日はお別れでございます。インターネットご覧の方も最後までご清聴いただきましてありがとうございました。なおこの模様は先生の許可をいただいた後 YouTube の方に残させていただきます。それではどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼いたします。